動物の思考が私たちにとって未解決の謎のままである世界で、海の深みで起こった信じられない出来事は、人と自然の驚くべき関わりの忘れられない証拠でした。ミゲルは情熱的なダイバーとシュノーケリング愛好者で、仕事と趣味を組み合わせ、海洋生物学に自分の使命を見つけました。彼の仕事は定期的に海の深みに潜ることを必要としましたが、彼にとっては毎回が未探査の水中世界の新たな発見のようでした。ミゲルの仕事は決して単調で退屈なものではなく、毎日が新しくエキサイティングなものでした。この期間に彼に起こった全ての珍しい出来事の中で、一つの特別な事件が際立ち、彼の記憶に永遠に残りました。ある日、ミゲルと彼のクルーは海の深みを探検するために出発し、その日が彼らの人生で最も記憶に残る衝撃的な日になるとは思いませんでした。サンゴ礁から安全な距離に船を止め、ミゲルと彼のパートナーは水中に潜りました。視界が良く、多くの海洋生物を見ることができ、すべてがいつものように計画通りに進んでいました。任務は簡単で、ダイビングに適した深さで必要なデータを収集することでした。これを行う際、ダイバーたちは周囲の美しさを楽しむ機会を見逃すことはありませんでした。彼らがいた地域はザトウクジラの繁殖地として知られていました。これらの巨人を自然の生息地で見るのはいつも魅力的でした。ザトウクジラは海の穏やかな住人で、その優雅さと威厳に驚かされました。しかし、その日、一匹のクジラが全く異常で攻撃的な行動を取り始め、すぐに全ての目撃者を完全に困惑させる出来事へとつながりました。ミゲルのパートナーが船に戻ると、ミゲルはしばらくの間、水中世界を観察することにしました。経験豊富なダイバーとして、ソロダイブにも問題はありませんでした。しかし、野生の世界では、最も経験豊富なものでも非常に不快な驚きに遭遇することがあります。やがて、ミゲルは一匹のザトウクジラが群れから離れ、彼の方に向かってくるのに気づきました。そのような巨大な生物が近づくことは常に恐怖を誘いました。なぜなら、穏やかな性格にもかかわらず、クジラは偶然にも人間に深刻な怪我を負わせることができるからです。衝突を避けるために、ミゲルは水中で位置を変えようとしましたが、クジラは彼を追い続けました。ある時点で、ミゲルは事態の重大さを認識し、巨人と接触を図り、クジラを撫でました。それは魔法のようで忘れられないものでしたが、海の巨人はすぐに非常に攻撃的な行動を取り始めました。巨大な鼻先を避けようとするうちに、ミゲルは問題に直面しました。クジラは彼を積極的に押し下げ始め、健康や生命に対する本当の脅威を作り出しました。巨人から離れようとする彼の試みは、クジラの厚い皮膚についた鋭いフジツボによる重傷のリスクに直面させました。状況は秒ごとにますます緊張し危険になっていきました。海の巨人と二人きりで、ミゲルは冷静さを保とうとし、パニックが状況を悪化させるだけだと理解しました。突然、クジラは気を変えたように見え、彼を水面に向かって積極的に押し始めました。船上のクルーたちは彼を待ち望んでいました。怒っていることを見て、クルーはショックと困惑しました。なぜクジラがそんなに攻撃的な行動をとるのか。状況は極限に達し、クジラが突然ミゲルを飲み込み、彼と共に水中に消えたとき。船上にはパニックと困惑が広がり、一部の人々は恐怖で叫びました。海の巨人からそんな行動を期待していなかったのです。こんな場合に何をすべきか。海上の安全プロトコルにはこんなケースは想定されていませんでした。恐怖と不安で満ちた苦しい5分間の後、クルーは再び驚き、落胆しました。ミゲルが無傷で船に戻ってきたのです。後で判明したところによると、クジラはミゲルを飲み込んでいなかったのです。この間ずっと、彼を見えない脅威から守ろうとしていたのです。攻撃性で知られる巨大なタイガーシャークでした。ザトウクジラは本能を使ってダイバーを危険から遠ざけようとし、ミゲルはクジラの意図を理解せず、自分が命を懸けて戦っていると信じていました。男性たちは後になって巨大なタイガーシャークが獲物を逃したことにイライラして、
船の周りを捕食者のように回っているのを目撃しました。クジラはタイムリーに助けに来て、彼がいなければ全てが非常に悲惨に終わる可能性がありました。実際、ザトウクジラは様々な海洋生物を様々な脅威から保護することがよくありますが、ミゲルの救出は本当にユニークなものでした。この驚くべき話は、人と自然の関係がどれほど複雑で予測不可能であるかを示す鮮明な例でした。あるものはあなたを食べたいと思い、他のものは喜んであなたを守ろうとします。このような出来事の後に帰宅することは、遠征参加者全員の心に忘れられない思い出を残しました。この信じられない冒険は、野生動物の世界が最も経験豊富な探検家さえも驚かせる奇跡に満ちていることを私たち全員に思い出させました。